災害時の安否確認訓練を行っているのは香川自治会の皆さん。万一の災害時には自分自身や家族を守る自助だけではなく、地域や身近にいる人がお互いに助け合う共助も大切です。自分だけではなく、家族や友人、周りにいる大切な人を災害から守るための共助について一度考えてみませんか。9月3日日曜日午前8時20分、香川自治会館では災害時の安否確認訓練の準備が進められています。今回の訓練の目的は、共助を実践できる地域組織づくり。現在、茅ヶ崎市では高齢者や障害者など災害時に特に支援が必要な人を適切かつ迅速に支援できるようにする避難行動要支援者支援制度の取り組みが始まっています。避難行動要支援者支援制度とは、地域の共助によって災害発生時などに自ら避難することが困難な方々、避難行動要支援者に支援の手を差し伸べることで減災につなげることを目的とした制度です。災害時に一人でも多くの命を救うためには、支援が必要な方の情報をあらかじめ把握しておくことが重要です。東日本大震災の教訓を受けまして、平成25年度6月より、災害対策基本法が一部改正となりました。そういったことによりまして、各市町村で自力避難が困難な方々のですね、名簿を作ることが義務付けられました。今回の安否確認訓練の目的といたしましては、地域の方々の顔の見える関係性づくりをまず作っていただくことと、あとは避難行動要支援者の方々に、訓練に参加していただけることで、より、有意義な訓練になるかと思います。午前9時、訓練開始の合図とともに香川地区の安否確認訓練が始まりました。こちらの渡辺さんは香川第二町内会の組長を務めています。訓練開始の合図で自宅の点検を行い、ご近所の皆さんの安否確認を行います。おはようございます。大丈夫ですか？訓練では事前に決めた渡辺さん宅のガレージに集合し、名簿を使い安否確認を行います。その後、組長である渡辺さんが集合場所に現れない方の自宅を訪問します。在宅の場合は事情を聞き、一人ずつ安否確認を行っていきます。このような時に特に支援が必要な方を、茅ヶ崎市では避難行動要支援者として名簿を作成し、本人の同意のもと災害時に避難支援や安否確認をしてくださる方に名簿を提供しています。市は避難行動要支援者に対し、自治会や民生委員、児童委員などの避難支援等関係者への情報提供の同意確認を行っています。そして市は平常時から名簿の提供に同意を得た方の情報を名簿として避難支援等関係者にお渡ししています。避難支援等関係者はその名簿を活用し、日頃の見守り活動などを通じ顔の見える関係を築きます。これにより災害時に特に支援が必要な方の情報を共有し、避難支援や安否確認を迅速に行える地域組織づくりが現在茅ヶ崎市では進められています。今の方は要支援者の方で安否確認が完了しました。はい。安否確認を終えた渡辺さんが次に向かったのは町内災害拠点。こちらでは民生委員が避難行動要支援者の皆さんの安否確認の結果を収集し、支援が必要な方の逃げ遅れがないかを確認していきます。はい、20組、3名の要支援者の方、はい、はい、安否確認できました。はい、お願いします。はい、わかりました。はい、どうも、ありがとうございました。次に渡辺さんが向かったのは自治会のテント。
ここでは安否確認の報告を行い名簿を提出します。普段会えない方の、お顔をこういう機会にきちんと確認して元気かどうか、それからやっぱりこうお話しすることによってコミュニケーションを取ってやっぱり地域が結びついていくっていうのは大事なことだと思いますし、大々的に皆さん協力してやっていくこともここに集まることも大きな大事なことだと思いますので、毎年と言わず年に何回かやっていけたらいいかなと思います。高齢者などと普段から接している民生委員の皆さんにとっても、避難行動要支援者支援制度は大変心強いようです。これがないとですね、我々個人情報だけ持って実際に動くというのは非常に精神的にプレッシャーなんですね。でこういう公のリストで動けるということは自治会と協力できる非常にいい仕組みだと思ってます。いやこういうことって大事だと思いますし、そのやっぱり今まで近所と助け合うというあれが希薄だし、我々も引っ越してきてね、どんな方がいらっしゃるかわからないから、こういうことがあってみんなでそれをシェアして助け合うというのは非常に大切だしいい制度だと思います。お体の具合悪い方とか、お家に引きこもっていらっしゃる方とか、そういう方のことはやっぱりどこかで気になりますので、こういう制度が あるということはとってもいいことだと思いますけど、はい。香川第二町内会のテントでは組長が安否確認を行った名簿を収集して町内会全体の情報をまとめていきます。各組員が安全確認したものを受付で受け付けたものを全部集計してます。こちらで集計された情報は無線機を使い自治会災害本部に送られます。報告します。報告世帯1000飛んで85、安全確認979、訪問して確認59、不在47。報告を受けた香川自治会災害本部では地域の安否確認情報を集計して道路や家屋の被害状況、負傷者の情報などとともに避難所となる香川小学校に報告を行い、最終的には茅ヶ崎市役所に設置される市災害対策本部に情報が集約されます。今回自治会関係者、民生委員、防災リーダー、地域住民などの皆さんが協力して初めて行われた香川地区の安否確認訓練では、万一の災害時のためのさまざまな問題点も確認できたようです。地域も広いですから、第2は130組、1100所帯ございます。その中で避難行動要請者に名簿に公開された方が約80名ぐらいいらっしゃいますので、この方たちをまた自治会だけでやるのも大変だと。で民生委員さんと協力することによって民生委員さんの負担も軽くなるんじゃないかと考えております。茅ヶ崎市では共助の取り組みとして平成29年8月より地域への避難行動要支援者名簿の提供を開始しました。また避難行動要支援者支援制度について市政情報誌減災のためにみんなでつながろう、今こそ共助の時でも詳しくお知らせしております。名簿提供に同意いただいた方の情報は災害が発生した時に役立つものです。同意をしてご自身のことを地域の皆さんに知ってもらうとともに自治会に加入するなど日頃から地域の皆さんと気軽に話ができる関係づくりを心がけましょう。寄り抜き茅ヶ崎通信。茅ヶ崎市立病院ではがんについてのさまざまな不安や悩みなどについての相談を受けするがん相談支援センターを設置しています。もしがんと診断されたらさまざまな不安が頭をよぎってしまいます。茅ヶ崎市立病院のがん相談支援センターでは
がん専門の相談員が対応させていただきますので、どうぞお気軽にご利用ください。茅ヶ崎市立病院1階にあるのが、がん相談支援センター。こちらでは、がんと診断された患者さん、およびそのご家族の方、がんの疑いがある方であれば、どなたでもご利用になれます。茅ヶ崎市立病院に通院・入院中の方や、受診していない方でも大丈夫です。相談内容は、がんの治療についての情報が知りたい、自宅での療養や介護に不安がある、セカンドオピニオンや緩和ケアについて知りたい、治療や手術にかかる費用が心配など、がんに関する相談なら何でも大丈夫です。がんと診断を受けられた患者さんとそのご家族は様々な不安を持っておられます。例えば、診断を受けた直後はがんは治るのだろうか、治療にはどれくらいの時間とお金がかかるのか、仕事は続けられるのだろうかなどです。そして、がん化学療法など治療中の方は、食欲が落ちて食べられない、脱毛などの副作用のご相談があります。また、主治医の先生にご自分の疑問や希望をうまく伝えられないという方もいらっしゃいます。がん相談支援センターは、ご病気の経過の中で様々な不安や辛いお気持ちを聞かせていただき、私たち専門の相談員が信頼できる情報をお伝えし、患者さん、ご家族と解決できる方法を一緒に考えていく場所です。どなたでも無料でご相談できますので、お気軽にご利用ください。お待ちしています。がん相談支援センターは、月曜日から金曜日の平日、8時30分から夕方5時まで、相談料などの料金は一切かかりません。少しでも不安に感じることがございましたら、お待たせしないためにも、お電話などで訪問時間や相談内容をお伝えしていただけると幸いです。茅ヶ崎市立病院がん相談支援センターをお気軽にご利用ください。